誇り高き一つのチームと一つの使命、絶対に諦めない闘志、頂を目指し夢をつかむ。さあ行くぞ、登ろう。4月2日 VS ガンバ大阪。今日皆様が5名しましたが、皆さんの講演会の方は登場者で選ばれました。今日はその贈呈式で贈呈式を行いたいと思います。まあ、あのチームはね、選手の皆さんが、全員お互いに役割を分担してゲームをやるわけでね、その中で誰が一番大切だとか誰がどうっていう、そういう基準で、考えるべきじゃないかも分からない。皆さんも一つのルール決まり事の中で、ゲームをやってるんでね、その中で、まあ、全力を尽くして勝つためにやってくださってるわけです。ただね、そうは言っても一人一人で考えたら皆さんはプロだから、我々講演会のね、ある意味では素人目から見ても今年頑張ったなと、やってるなと、そういう判断で評価してもらうっていうのはプロの選手としては非常に大切だと思う。だからチームとして活躍すると同時に個人として、プロの個人としてアピールして、自分を成長させていって、どん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  上に上がっていってもらいたいと、こういうふうに思います。まあ、今年はね、皆さんの、表彰、これは去年の活躍だ、今年も去年に負けないぐらい頑張って、エスパス楽しい試合を我々見れるように一つ満足させてください。お願いします。ありがとう。頑張って。うん、私は医師ですので、一言だけ。健康に気をつけて、怪我をしないように。これが一番重要なことだと思いますので、皆さんぜひよろしくお願いします。そうですね、まあ嬉しいですね、素直に。まあ、やっぱ去年頑張ったのを評価してもらえて嬉しいと思いますけど、まあ、今年も、まあ、去年以上に攻守両面において活躍できるようにして、またこう来年こうやって表彰されるようにプレーをしていきたいなと思います。そうですね、やっぱり投票していただき本当にありがたいですし、まあ、去年頑張って投票していただいたんで、まあ、今年もしっかり頑張っていきたいなと思います。誇り高き一つのチームと一つの使命、絶対に諦めない闘志、頂を目指し夢をつかむ。さあ行くぞ、登ろう。4月2日 VS ガンバ大阪。